サックとタカシーのおしゃべり翻訳。はいどうも、サックでーす。タカシーでーす。今日はですね、35歳の教科書という本のご紹介をしたいと思います。はい、こちらの本ですね、今から始める戦略的人生計画ということで、はい、こちらの本のご紹介をしたいと思います。はい、まずこちらの本、どんな本かと言いますと、35歳から本気出すための本です。明日から本気出すみたいなやつ。まあそんな感じですね。35歳から本気出す。皆さん、35歳から何か始めるのは遅いと感じてませんか？人それぞれありますけどね。はい、まあ感じてる人もいるかもしれないんですよね。著者はですね、40代から自分のテーマを掲げてビジョンを形にするのが人生の醍醐味だと言うんですよ。ここ大事なところなんで、もう一回言いますよ。40代から自分のテーマを掲げてビジョンを形にするのが人生の醍醐味だと著者は言うわけなんですよ。はい、つまりそれまでは、まあ、一種のビジネススクールみたいなもんだと。なるほど。40までがビジネススクールなんですよ。ってことは、40歳からビジョンとそれを形成することが人生の醍醐味になる。そういうことです。今、はい、まだ学生ってことですね。そういうことです。40代までは学生です。40代から始まる、まあ、ある意味本番に向けて、それまでは適切な準備をする期間だというふうに著者は言うわけですよ。はい、ということはですよ、今もしあなたが35歳ならば、人生のクライマックスに向けて準備をする必要があるということになります。はい、この本はそんな35歳あたりの方々に向けてですね、まあ今何をすれば最高の40代を迎えることができるのかっていうのを書いた本になるわけなんですよ。知りてー。正直ね、知りてー。40代迎えるにあたって、ちょっと将来不安だなって思ってる人も少なくないと思うんですよ。いやー、ちょっとどころか不安しかない。はい、不安しかない思ってらっしゃいますか。はい、そんな人たちに向かって著者はですね、30代から戦略を考えろというふうにおっしゃるわけなんですよね。はい、はい、これを考えておくことで40代に最高のスタートダッシュを切れると。はい、逆にこれ考えてないと冴えない大人になっちゃいますよということをね、著者は言うわけなんですよね。ということで、そんな最高の40代のスタートを切るために、30代のうちから考えておくべき戦略について今回解説させていただこうかなと思うわけですよ。はい、そしてですね、戦略について解説する前に、まあ、そもそもなぜ30代に戦略を考える必要があるのかというところから、はい、まあ、解説させていただこうかなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。ということで内容入っていきましょう。お願いします。はい、ということでね、まずなぜ戦略が必要なのかっていうところなんですけども、はい、まず最初に結論言っちゃいます。なぜかというと、みんな一緒の時代から一人一人の時代に変わってきているからです。はい、これなんか聞いたことありますね。まあ、本当ですか。まあ、ちょっと解説させていただきますね。まあ、一昔前、戦後の日本っていうのはどうにか国を復興させようと、国中が一丸となって同じ目標に向かって進んでたわけなんですよ。この時の日本はこうみんな一緒っていう意識があったんですよね。はい、 はい、はいはい、そしてそれを支えるモデルケースもあったわけなんですよ。はいはいはい、まあ、どういうことかというと、いい高校に進んで、いい大学を出て、一流企業に就職する、はい、で同じ企業に一生勤めて、自分の意見よりも社会の歯車として働く、はい、年功序列で給料上がって、マイホームを買って犬を飼う、それがね、この時代の成功法則なんですよ。いや、もう成功法則ですね。ですね。こそうなんですよね。このみんな一緒の流れに乗るだけでよかったんですよ。 ある意味楽だったってことですね。そうです、戦後の時代はね。しかし今の時代は違うんですよ。何が違うかっていうと、はい、ないんですよね。ない、乗っかればいいだけの成功法則がないんですよ。誰もね、成功法則を教えてくれないし、敷かれたレールみたいなんてもんはもうないんですよ。なるほど、崩壊したってこと。そういうことです。つまり一人一人がそれぞれの価値観で幸せを追求する時代に変わってきたんですよ。なるほど。唯一無二の成功法則があった戦後の時代から、一人一人がそれぞれの価値観で幸せを追求する時代に変わってきたと。なるほど。いうことを言うわけです。戦後の時代はね、戦略なんて必要なかったんですよ。大きな流れに身を任せるだけで成功できたと。まあまあ、まあ、良くも悪くも。そういうことです。しかし現代はそうはいきません。新しい時代に新しい戦略を持って戦わなければならないわけです。はい、これが今戦略が必要な理由になります。はい、はい、なぜ35歳に今戦略が必要か分かっていただけたかと思うんで、ここからはですね、35歳の戦略、はい、具体的な戦略をちょっと3つご紹介しようと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、まず1つ目、納得会を探せと。納得会いうことですね。はい、
まあこれまで話してきたように今の時代っていうのはこう明確な正解がない時代ですよね、はいはい、そこで大事になってくるのがこちらの納得解になります。納得解、はい、これはですね、自分が納得できてかつ他人も納得できる解のことです。万人に共通する唯一の正解っていうのがないので、うんうん、一人一人が納得する解を見つけるしかないんですよ。なるほど、はい、これが納得解です。はい、これを30代のうちに考える癖をつけておくことが非常に重要になります。なぜならですね、30代でこれからの方向性っていうのを決めるためにこの納得解が必要なんですよ。冒頭で言った通り、40代からはビジョンを明確にさせていくっていうのが大事になっていくんで、40代50代で人生の方向性をコロコロ変えるっていうのはあんまり得策じゃないんですよね。あ、もうそこで決めていかなきゃいけないってところもあるってことですね。そうなんです。40代から人生のクライマックスに向けてもう走り出さないといけないんですよ。走り出さないといけないのに、どっちに進もうかっていうのを40代からやってる場合ではないんですよ。もう35代5歳のうちから決めとかなあかんんですよね、どっちに走り出すかっていうのを。しかし今の若者っていうのはこの納得解を探すのが苦手だというふうに著者は言います。はい、それを証拠にですね、まあ、例えば転職を繰り返したり、まあ、結婚を見送ったりする人が多いと、はい、まあ、これは決して悪いことではないと思うんですけども、これが納得解を探すのが苦手な理由だと著者は言うんですよね。これはですね、正解を探していることが原因の一端だというふうに著者は言うんですよ。転職繰り返したり結婚を見送ったりっていうのは正解を探していることが原因の一端だと言うんですよね。こう自分が自分らしく好きなことに熱中できる仕事があるはずだとか、ほう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 、はい、きっといつか自分にぴったりの人に出会えるはずだとか、なるほど、白馬の王子様を待ってるんじゃないかと言うんですけど、しかしそんな正解なんてねほとんどないんですよね。なるほど、自分が自分らしく熱中できる仕事とか自分にぴったりの相手とか、そんな人いないんですよ。なかなかあるとしたらそれはその人自身の努力で現状を変えたり、相手との関わり方とか見方を変えたりして、自分自身のこの在り方を変えることによって納得解を見つけたことによって、ある意味正解を見つけてるだけだと。はあ、まあまあでもそうですよね、はい、いうふうに著者は言うんですよね。なんで正解っていう、もう自分の中の幻想を追いかけるんじゃなくて、こう今の自分自身をしっかり見つめ直して、この納得のいく答えっていうのを見つけることで40代から納得のいく人生を歩んでいくことができるんだと、はい、だから今のうちから自分の納得解っていうのをね見つける、まあ、癖というか練習というかしといた方がいいですよというふうに著者は言うんですね、はいはい、これが、35歳の戦略の一つ目、納得解を探せっていうとこです、はい、じゃあ35歳の戦略の二つ目、クリティカルシンキングをしろと。これは本の題名にもあって、ね、ありましたね、ありましたね。僕以前にねクリティカルシンキングっていう本のご紹介してるんで、はい、まあ、気になった方ぜひそちらも見ていただきたいんですけども、ここまで見てきたようにこう正解のない世の中では、まあ、納得解を見つけるのが大切だっていう話したと思うんですけども、はい、この納得解を見つけるために役立つ考え方がこのクリティカルシンキングになります、はい、このクリティカルシンキングっていうのは、まあ、要はこう物事をこういろんな方向から見ることなんですよね、はい、例えば、まあ、裁判の場面を想像したときに、まあ、弁護士側、検察側、被告側、裁判官側みたいな感じでこういろんな立場から場面を考えるっていう、はい、これがクリティカルシンキングになります。でこのクリティカルシンキングを鍛えるには、まあ、さっきの、裁判の例のようにこの様々な方面から考える練習をするっていうのは非常に大切なんですよ、はい、例えば、まあ、コンビニは便利だから必須だっていうふうに、まあ、自分が思ったとしたなら、うんうんうん、じゃあ逆に便利さを得るために失ってるものは何かなっていうふうに考えたりとか、電気自動車は環境にいいっていう意見があったら、電気自動車を作る過程は本当に環境にいいのかなみたいな感じで考えたりですね、はい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 、その意見に対して本当にっていう、それは本当っていう感じで、こう一つの考えとか答えに終わらずにこの別の視点から違う答えを考えてみる、探してみるっていうのがこのクリティカルシンキングを鍛えるのに非常にいいんですよ、はい、こうしてですねいろんな視点から物事を考えられるようになればですね、はい、このたった一つの正解っていうのを探すことなく、いろんな答えを自分の中で考えられるようになるんですよね、はい、そうすることで、まあ、その中から自分のこの納得解っていうのを得ることができるんじゃないかというふうに著者は言うわけなんですよ。なるほど、だからこの納得解を得るためにもこのクリティカルシンキングっていう考え方を、まあ、日頃からやっていただければなというふうに思うわけです。著者はですね、まあ、テレビとかのコメンテーターが言ってることを一回否定してみろと、批判的に見てみろと、全ての物事を批判的にちょっと捉えれるようになったら結構クリティカルシンキングができるようになりますよというふうに言っております。
これがね35歳からの戦略の2つ目、クリティカルシンキングをしろと。これは普段から言った考えた方がいいんですかね。いいと思いますね、いろんな人に対しても。そういうことです。ああ言えばこう言うみたいな感じ。まあ実際に言わなくてもいいと思うんですよ、うん、あの自分の中で1回それを反対の答えを考えてみて、本当にそうかなっていうのを吟味した上で自分の中の答えを出すっていうのが大事だと。なるほどな。鵜呑みにするなよと。ああ言われたことをそのまま直接ね鵜呑みにしちゃって、はい、ああ右往左往するんじゃなくて、そうです、本当にそうかと一回考えてみろということを言っております。これはクリティカルシンキングですね。じゃあ35歳の戦略の3つ目、1万時間を積み重ねろと、はい、いうことですね。はい、まあ、この動画の冒頭でですね、人生の醍醐味は40代からビジョンを実現していくことだというふうに言ったと思うんですけども、 そうですね、はい、そのための準備としてこの30代のうちにやるべきこととしてこの戦略を立てるってことが必要だというふうに言いました。はいはい、でそのために納得感を見つけましょうよって話を今までしてきたと思うんですけども、ここからはですね、この40代でビジョンを実現していくために30代でやるべき大切なもう一つの要素っていうのをちょっと解説しようかなと思うんですよ。はい、それがこの1万時間を積み重ねるっていうことなんですよね。はい、まあ、これどういうことかっていうと、まあ、あの天才っていうじゃないですか、はい、天才って呼ばれる人たち、天才って呼ばれる人たちがどれだけ練習してるかっていうのを書いた本によると、彼らは天才と呼ばれるまでに1万時間練習してることが分かったんですよね。1万時間、はい、この1万時間っていうのは1日10時間やって約3年、はい、1日2時間やって約14年長いかかります。はい、つまり長いですよね。つまり、まあ、何事も練習量あるのみだよっていうことなんですけども、天才もめっちゃ練習してるってことです。つまりね、才能だけじゃなくて、しかし、まあ、35歳から何かを習得しようとして、まあ、毎日2時間練習するとするじゃないですか、はい、まあ、仕事終わって家帰ってきてから2時間なんか練習します。でもそうするとものになる頃にはだいたい14年後の49歳ですよ。もう初老ですよ、はい、もう1万時間かけたらね、はい、ちょっとこれでは遅い気しますよね。何かを習得する、確かにね、遅いね、習得できたってなったら49歳、ちょっと遅い気します、ちょっとね。ただですよ、ただ安心してください、もっと早く始めとけばよかったと後悔する必要はありません、はい、なぜならですね、もうすでに何かしら1万時間費やした何かがあるはずなんですよ。なんだなんだ。それはまあプログラミングとかピアノみたいに分かりやすいものではないかもしれないんですけども、はい、それでも自分の人生を振り返って何かないか必死に探してほしいんですよ、はい、もしあなたが22歳ぐらいから35歳まで1日8時間週5日働いていたとしたら、その総仕事時間はざっと3万時間です、はい、つまり天才になるための練習時間の約3倍、あ、めちゃめちゃ働いてきてるんですよ。そうですね、もうこの人たちは、はい、その中で1万時間に達する何かはないかというのを見つけろと。上司へのプレゼンでもいいし、お客さんとの会話でもいいわけですよ。何かか、何でもいいんですけど、何か1万時間費やして自分のスキルとなっている何かを見つけてみろと、うん、そうして見つけた何かっていうのはあなたの自信になって40代からビジョンを実現する上で最強の武器になり得ると。なるほど、いうことをねおっしゃっているので、なんでまあ今からね1万時間費やして積み重ねていくっていうのも非常にいいことだとは思うんですけども、それよりも一回人生振り返って自分の中で1万時間費やした何かはないかなというのをちょっと考えてみてください。過去はね今によって変えられるんですよ。その通りですね、はい、過去は今によって変えられます。だからちょっと一回ね振り返ってみてください、はい、これが1万時間を重ねるということになります。はい、はい、以上がですね35歳からの戦略3つになります。この辺をね実践していただいて、あなたもね最高の40代のスタートを切っていただければなと思います。はい、最後に本書をまとめさせていただこうと思います。はい、ということでね35歳から本気出すための本を要約させていただきました。はい、まとめるとですね、最高の40代になるために今のうちから戦略を立てておこうよという話でしたね。著者は人生の醍醐味は40代からビジョンを実現していくことだというふうにおっしゃるわけですね。そのための準備として30代のうちから戦略を立てる必要があると、はい、で、まあ、なんでじゃあ戦略が必要なんですかと言いますと、戦後のみんな一緒の時代からこう一人一人の時代に変わったことで、はい、こう唯一の成功法則っていうのがなくなって、まあ、それぞれがそれぞれの成功をつかむ必要が出てきたからです。そのためにはそれぞれ個人個人の戦略が必要になってくるわけなんですよね。じゃあどのように戦略を立てればいいんですかというところで、今回はその方法を3つ紹介いたしました。1つ目が納得解を探せというところですね、はい、まあ、正解のない時代では自分と他人が納得できるそんな解を見つける必要があるわけですよ、はい、まあ、正解っていう幻想を捨てて、まあ、納得解っていうのを探してみましょう、はい、
でその2つ目がクリティカルシンキングをしろというところですね。まあ、納得解を探す鍵となる考え方にこのクリティカルシンキングっていう考え方があります。これは物事をいろんな方向から見る考え方ですね。一つの答えに絞らずにいろんな方向からいろんな考え、いろんな答えを考えることで、まあ、納得解を見つけるヒントになりますよということをおっしゃっております。はい、で3つ目が1万時間を積み重ねろというものですね。まあ、40代でビジョンを実現するにはやっぱりスキルっていうのも必要になってくるわけですよね。そのためにはこう自分何かに1万時間費やすっていうことが推奨されるわけですよ。はい、しかし35歳から新しいことを始めてもちょっと遅いことが多いんで、まあ、なので今までの人生でこう1万時間費やした何かないか探してみましょうと。それが最強の自分のね最強の武器になりますよというふうに言ってますので、まあ一回ね人生振り返ってみてはいかがかなというふうに言われております。以上が本書の内容になります。皆さんもね40代最高のスタートダッシュ切ってください。はい、でこれは20代の方々もね、まあ、将来に向けて今のうちから何か積み重ねたりとか戦略立ったりするっていうのも大事だと思うんで、ぜひやってみてください。はい、ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。おまけトークいかがでしたでしょうか。いや、いい内容でしたね。すごく高橋さんももう感銘を受けました。40代手前で、そうですね、はい、気持ちは18ですけど、気持ちは18、メンタルは18、大丈夫ですか。体は37、今年コナン逆バージョンみたいなね見た目はおっさん、中身はベイビー言うおう、うるせえよ中身はベイビーまあでも、こうね、ビジョンを持つっていうのはすごく大事で、そうですね、僕もそれは。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。